はい、どうもモンゲーライダーでーす。現在ですね、国道2号線岡山市瀬野付近を走っておりますがね、まあ私昨日ね、前後のタイヤを交換しましたんでね、ちょっと今回はタイヤの皮むきがてらですね、山口県下関市のですね、ドライブインまでホルモンうどんを食べに行くツーリングをしたいと思います。でまぁ、今回ね、目指すドライブインはですね、ドライブイン道しおというね、まあこの西日本のドライブインではですね、まあ聖地と呼ばれるようなとても有名なドライブインですね。でここのホルモンうどんをね、一度どうしても食べてみたいんですよね。まあなんでね、とりあえず国道2号線ね、今ものすごい渋滞してますがね、この道をひたすら走ってね、山口県の下関市を目指していきます。前後タイヤ交換してるんでね、走り心地が全然違いますね。なんかすごいこう道路に密着してるというかね、あのタイヤの皮むきっていうのが、まあ、表面になんかタイヤのワックスがついてるんですよね。でそれをなんか取るために最初は鳴らさないといけないというね、まあ大体100キロぐらい走ればっていうことでね、まあネットには書いてあったんですけどもね、まあ岡山から100キロっていうとどれぐらいかな、今まあ西に向かってるんで三原とかその辺りですかね、100キロぐらいといったら、まあ、それまではね、だから慎重に、まあ、スピードもあまり出すこともなくね、運転していきたいと思うんですがね。はい、ということで倉敷市中心部辺りですね。まあ、岡山倉敷間はね、もう中国地方でもね、もう屈指の交通量を誇る区間ですけどもね、この倉敷市中心部を過ぎるととても流れが良くなっていきます。まあ、ここから鴨方ぐらいまではね、割と回送路って感じでね、まあ、スイスイとストレスなく走れそうですね。いいですね、桜ももう綺麗に満開ですね。玉島笠岡道路を抜けてね、今鴨方まで来ましたけどね、ここから福山まではね、基本的にこの国道2号はね、まあ1車線になるんでね、あんま流れが良くないんですけどもね、まあゆるゆるとね、広島岡山県境まで向かっていきますかね。ということでね、笠岡市を抜けて広島県福山市に入っていきます。広島県いいんですね。ただね、まあ、今回の目的地はね、山口県の下関なんでね、まだまだですね、これから広島県を抜けていきます。いや、まあ福山にね、まあ、入った途端、まあちゃんとね、車線がまあ2車線になってね、とても走りやすくなります。なんで岡山県はずっとあれ1車線なんでしょうね、笠岡まで。まあ、福山といえばね、この洋服の青山の本店がありますね。これが本社かな。で、目の前に見えるあの洋服の青山が本店ですね。はい、そして福山市のね、中心市街地に入ってきましたけどもね。まあやっぱりなかなか都会ですよね。福山は広島県第2の都市ですからね。まあ中国地方の中でもね、福山市っていうのはまあ第4位の人口を誇りますからね。ちなみに今回の目的地下関が5番目の人口を誇っております。ちなみにね、福山から広島市内まではね、100キロ以上あるんですよ。で福山から岡山はですね、100キロ未満なんですよね。なんでね、どっちかっていうと福山っていうのは岡山の方が結びつきが強いんですよね。はい、ということでね、福山市街地を抜けてね、バイパスに入りましたね。もうここからね、三原あたりまでずっとバイパスでね、あの走っていけるんでね。広島県っていうのは国道2号上にですね、自動車専用道路が作られているのがいいですよね。はい、ということでね、あっという間に福山から三原に来ましたね。
目の前には瀬戸内海が広がっておりますよ。今日はちょっとね、これ黄砂かな、結構空が霞んでるんですけどね。まあでも綺麗ですね。はい、ということで時刻も12時半ということでね、ちょっと道の駅三原神明の里に寄っていきたいと思います。まあ岡山からちょっとここまでノンストップで来ましたんでね、ちょうど出発から2時間ぐらいですかね。ちょっとここでね、休憩がてらお昼ご飯にしますかね。はい、ということで三原神明の里に到着ですね。まあ岡山からね、国道2号沿い走っていって初めての道の駅がここですね。はい、では行ってみましょう。三原までね、100キロ近くは走ってきたと思うんですが、これでもう川向きはできてるってことかな。はい、ということでね、道の駅神明の里でね、タコ天丼食べてきましたんでね、まあ、やっと英気を養いましたね。引き続きね、山口県下関市を目指して走っていきますよ。今日ね、出発した時点では結構天気良かったんですけどね、ちょっと雲が多めになってきましたね。まあ、雨の心配はなさそうですけどね。で、まあね、ひたすら国道2号走ってきたわけですがね、こっからはですね、ちょっとまあ国道2号ずっと走るのもね、まあ微妙なんでね。なのでこの三原市中心部からですね、国道185に入っていきます。ここからですね、竹原とか呉とかですね、海沿いの方を走っていきたいと思います。この辺が三原中心部ですね。まあ三原もね、山陽新幹線の駅があるぐらいの、まあそこそこ規模の大きな町ですからね、広島県内では。新幹線が止まる町だけあって、ビジネスホテルなんかも結構多いですね。ということで三原市街地抜けましてね、目の前には瀬戸内海が広がっております。ここから多分広島市内までずっと海沿いを走っていく、それが国道185なんですよね。まあ、もうちょっとね、青空だったらもっと綺麗なんですけどもね、海も。まあまあまあ、ここからはシーサイドラインをね、ちょっと楽しんでいきましょうか。砂見駅って書いてましたね。多分ここを走るのは呉線ですね。まあ、岡山でいうとこの赤穂線みたいな感じかな、呉線っていうのは。山陽本線から、まあ、三原から分岐してるんかな、呉線っていうのは。山陽本線から分岐して海沿いを走っていく路線ですね。まあ、この砂見という地区はなんかフェリーも出てるみたいで、でなんか三原市温泉っていうなんか良さげな温泉もありますね。シーサイドビューが拝める温泉やってるんですかね、これ。やってないのか、もう。わ
いいね、クレセンの線路と瀬戸内海に挟まれた道路。クレセンっていうのは僕一回もまだね乗ったことはないですけど、車窓の景色も綺麗そうですね。これは目の前には今治造船見えてきましたね。この辺はなんかさっきね社宅とかもいっぱいありましたから、まあ、ちょっとした企業城下町みたいな雰囲気なんですかね。確かにこの瀬戸内海の対岸ぐらいがちょうど愛媛県今治市ぐらいですもんね、まあ、やっぱ結びつきが強いんですかね。まあそこにはうっすらと島並海道も見えてます。まあカメラにはね綺麗に撮れてなかったと思うんですけど、まああの島並海道を渡ればね今治市に入りますからね。この海沿いに佇むセブンもなかなか風情があっていいですな。はい、ということでね今広島県の竹原市まで入ってきましたね。まあこの竹原っていうのは秋の小京都って言われるぐらいね古い町並みが残るまあ町ですよね。まあこの竹原っていう町もねなかなか来る機会ないんでね、まあ軽くちょっと古い町並み見てみますかね。まあそんな急いでね下関に向かっても仕方がないのでね、まあちょこちょこ寄り道しながら行きますかね。ここら辺りが竹原市の中心部ですかね。そこに道の駅竹原っていうのがあるのでね、ちょっとここにね、まあ、バイク止めてねまあ散策してみますか。はい、ちょっとね竹原の町並み保存地区寄ってみましたけどね、地味に良かったっすね。ああ趣がありましたね。まあ当初立ち寄る予定はなかったんですけどね、まあふとこうやってねまあ通りすがる町のまあ景色を見るっていうのもいいっすよね。これがまあノープランのツーリングの醍醐味ですよ。まあということでね引き続き西へ西へ走っていきたいと思います。お、クレセンが走ってますね。お、広島カープカラーやな、やっぱり。はい、ということでね、もうすぐ造船の町、クレ中心部ですね。もう大きなこうクレーンというか、そんなのが今立ち並んでますね。まさに造船の町といった感じです。はい、そして呉市に入るとね秋灘大橋というですね橋がかかってるんです、まあ、いわゆる飛島街道ですよね、まあ、この飛島街道はね僕もまだ走ったことがないのでね一回走ってみたいんですけどね、今日はねちょっとそこを走る時間はないかな。まあ呉あたりぐらいまではね岡山からでも日帰りで来れるような距離なんでね、まあ、またね飛島街道は一度走りに来たいと思いますね。さあ呉市の中心部あたりまで来ましたかね。まあ呉に来るのもほんと久しぶりっすね。まあ国道18号はね比較的回送路が続いてた道なんですが、やっぱり呉市中心部ぐらいまで来ると交通量が増えてきますね。呉の中心部はこういったアーケードのね商店街もまあ整備されてて、本当にこう昔から
栄えてきたんだなというのがね、改めて分かりますよね。まあ、呉市っていうのは大和ミュージアムがあるようにね、まあ、戦時中はね軍艦などを作ってたね、もう本当重要な都市、まあ、広島県内でいうと広島市をしのぐぐらいのね、まあ、重要な都市だったわけですがね。なのでまあその名残なんでしょうかね、やっぱりこう街並みもなかなか栄えておりますよね。この辺りが呉駅前ですね、あれが呉駅ですが、まあこの JR 呉線の中では一番大きな駅、当然ね呉線ですからね。でその呉を過ぎると今国道31号に入ってます。県庁所在地の広島市に入っていきます。ということでね、国道2号線に戻ってきました。広島市中心部近くまで来ましたね。まあ、時間にしてもうすぐ4時半ってとこですかね。まあ岡山からね新幹線だと40分ぐらいで来れるのが広島なんですけどもね、出発してもう6時間ぐらい経ってますね。6時間かけて広島までやってきました。まあ国道2号はね岡山の渋滞っぷりもすごいんですけども、ここ広島の渋滞っぷりもすごいですよ。時間的にはねまだ帰宅ラッシュの時間ではないのでね、マシかなと思ったんですけど。広島市中心部ですね、下関まであと199キロ。ほう、なるほどなるほど、なかなか重いですね、199という数字を見てしまうとね。まあ、この辺りがね本当に中四国の首都と言っていいですよね。広島市のもうど真ん中ですね。さすがに高層ビルなどがねまあ立ち並んでおりますね。広島の中心部を抜けてね、広島西バイパスに入ってきました。あーやっと抜けたね。あーでも宮島の辺がな混むんだよな。さーてどうなってるでしょうかね、この時間帯は。いやしかしねやっぱり両輪タイヤ変えてますんでね、走行が安定しますね。やっぱりなんかもうスイスイと走っていきますよ。なんか全くこける気がしない、もう吸い付くように走っております。てなわけでね、目の前には宮島が見えてまいりましたね。混んでるかなと思ったんですけど、そんなに混んでないですね。うん、流れてます流れてます。この宮島近辺はね連休の時とか走るともうどえらい渋滞ですからね。まあ、今日は平日なんでね流れてるんでしょうね、道路も。とはいえやっぱり混んでますね。まあ、大渋滞というほどではないにしろですね、まあ、ちょっとやっぱりこのフェリー乗り場周辺はまあ車線が減少することもあってね、まあ、どうしても流れは悪くなってきますよね。まあ、宮島ね日本三景の一つですよね。まあ、京都の天の橋立、そして宮城の松島、そしてここ広島の宮島、まあ、僕も全部ね日本三景は見たことありますけども、どうだろうな、一番綺麗だったところっていうと、でも宮島のあの山の上から見る景色はかなり綺麗でしたけどね。あのこの宮島の駅ですね、なんか結構綺麗になってますね。前こんなんだったかな、改装されましたかね。まあ、僕も何年ぶりかに今ここ来てますからね。これで宮島のフェリー乗り場越えたんでね、あとは山口、まあ、岩国まではスイスイ流れていくことでしょう、おそらく。山口県岩国市まで来ましたね。やっと山口県ですよ。出発から、今5時半なんでね7時間ぐらいですかね。まあねせっかく岩国まで来ましたんでね、ちょっと岩国でねフラッと立ち寄ってみましょうかね。まああの竹原からですねまたノンストップでここまで来ましたんで、ちょっと休憩がてらね錦帯橋に寄ってみたいと思います。
12号を走ってますとね、錦帯橋というね案内板が出てきますんでね、国道2号からちょっとそれたところにこの錦帯橋があります。ということで錦帯橋が間もなく見えてまいりますね。まあちょっとね休憩がてらさらっと見ていきますか。はい、ということで錦帯橋まで来ましたけどね、桜が満開ですね。いい時期に来ましたね、これは。この錦帯橋はあの山の上にある岩国城、このお城のために架けられた橋ですね。まあこの錦帯橋というのはですね、日本三大奇橋の一つですね。まあまた日本三大かよっていう話なんですけどもね。まあ山梨県大月市の猿橋、そして徳島県のね、かずら橋と、ここ山口県岩国市の錦帯橋。これが日本三大奇橋ですね。ちなみに私は日本三大マニアなんでね、この日本三奇橋も全部行ったことがあります。いやー、錦帯橋さらっと見ようとかってね言ってましたけど、あまりに綺麗すぎてね、なかなか滞在してしまいましたね。おかげで真っ暗ですわ、もう。いやー、困りましたね。まだね目的地まであと130キロぐらいあるんでね、いやーどうしようかな。正直ねもう走りたくないっす、これ以上。寒い、疲れた、無理。あー、いいですね、光り輝いてますよ、オアシスですよ。You're my only one.